So, machen wir mit Kasane, weil. Wo ist sie denn? Kasane! Ein Geschenk für dich. Ich habe zwei Geschenke für dich. Erste Liebe und. Ach so. Drei Sternrationen. Schmeckt anders als sonst. Ich kann schmecken, dass es mit Liebe zubereitet wurde. Es auf einer Mission zu essen, wäre Verschwendung. Okay, ich werde es essen, wenn ich im Freien bin. Möchtest du es gern probieren? Was, willst du Tsugumi reden? Wieso? Tsugumi? Zeit miteinander verbringen, Ulguru. Machen wir. レモングラスのブレンド集中力が高まるんだってあれこれ試してるんだないつもごちそうさまメアゲソンタイトウウ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 ウ Machen wir die Vertrauensepisode. Kasane, Saki, Soto, ni, dete, ita, mitai, da, kedo, doko, ni, itte, tanda? Kai, o, katazukete, ita, da, ke, yo. Aji, to, chikaku, made, sekkin, suru, kiken, ga, aru, kara, tte, Luka, ni, iwarete, ne. O, tsukare, sama. Mainichi, doko, ka, de, Kai, ga, arawarete, ikura, taoshite, mo, kiri, ga, nai, na. Ne. 二人とも、ちょっといい？ん？どうしたんだ、はるか？実はこれからハイキングに行きたいんだけど、二人も一緒に来てくれないかなと思って。ハイキングって、はるかがか？そうよ。私、アウトドア活動が趣味でね。時々、街の外でキャンプしたりしてるの。非戦闘員が外でキャンプなんて、かなり危険じゃないの？そこはもちろんいろいろ工夫してるのよ会議の動向をみっちり調べて安全な場所を選んだりねへえそんなことできるものなんだなでもやっぱり私一人じゃ行ける場所が限られてるのよねだからたまには遠くに足を伸ばしてみたいと思ってそれで二人に声かけてみたわけユイトとカサネが一緒ならどこにだって行けちゃうでしょなるほど俺たちは護衛役ってことか行きたい場所は決まってるのかそれが日枝野さんなのよね日枝野さんさすがに危険すぎないかしら遊びで行くような場所じゃないわそれはその通りなんだけどどうしても一度あの山に行ってみたいのお願い力を貸して分かったどれだけ危険かははるかの方がよく知ってるだろうしそれでも行きたいんだろ確かにそうねはるかにとって大事なことなら私も手伝うわやったありがとう二人ともそれじゃあ早速出発ねこの感触だけでワクワクするわ満喫しているみたいねはるか私にはいまいち何が楽しいのかわからないけどはるか的には日枝野さんの見どころって何やっぱりこの景色かな雄大な山を間近で見てると世界の大きさを感じるじゃない確かになかなか見られない景色だよな
今までじっくり見る余裕なかったけど。でも景色だけなら映像でも見られるじゃない。映像とは全然違うのよ。そりゃ視覚情報だけなら似たようなものかもしれないけどね、現地で感じる景色って肌で感じる空気とか匂いとか全部ひっくるめた体験なんだから。なるほど、情報量が違うってこと。なんとなく理解はできたわ。空気か、わかるけどここの空気は俺にはちょっと寒すぎかな。この寒さがいいんじゃない。厳しい自然の息吹を通じて自分の性を実感するっていうか。熱く語るな、はるか。双子って言っても渡るとは趣味も全然違うんだな。お兄ちゃんは完全にインドア派だから、実は何度かアウトドアに誘ってみたこともあるんだけど、わざわざ危険な場所に行くなんてとか言って一度もキアしないんだから。うん、渡るの方が合理的な考え方ではあるわね。カサネはお兄ちゃんの味方？どちらの味方でもないわよ。合理的じゃなくてもあえて危険な場所へ行こうとするのはすごいと思うわ。俺も同感。勇気あるよ、はるかは。こんな雪山まで来ちゃうなんて。ありがとう。でもここへ来れたのは私の力じゃなくて二人のおかげよ。もっと先まで登りましょうか。上からの景色も見たいでしょ。じゃあお言葉に甘えてたっぷり堪能させてもらうわ。二人とも先導よろしくね。後で武器の手入れをしておこうかしら。Stop. Ich mach's mal auf schwer. やっぱり気軽になんていけないわ。
常に命がけだもん。怪異がいる限り気軽に外を歩くっていうのは誰でも難しいだろうな。思えば不自由な世界ね。仕方がないことだけど。Tsugumi. Essa é isso. Das, was ich eher nicht brauche, ist die Unsichtbarkeit. Ich komm nicht an die ran! Okay, ich mach doch lieber auf normal. Hab schon gescheckt. Wir wollen ja die Story auch genießen. Yeah.
中すれば破壊できそうだぞ。ありがたくもらっておこう。ユイト、私たち同じ超能力だけど、サスも有効活用して。いい眺め。こうやって遠くを見てると、もっともっといろんな場所に行ってみたくなっちゃうな。でも今日はこれで十分、たっぷり堪能したわ。二人ともありがとね。いつも助けてもらっているお返しよ。それじゃアジトに戻りましょうか。あ、待って、もうちょっとだけいいかな。ここまで守ってくれたお礼がしたいの。お礼？そう、険しい雪山の後は暖かいところでのんびりしたアウトドアも味わってみない？楽しそうだな。ちょうど暖かい場所でゆっくりしたい気分だし。よし、じゃあついてきて。私がよくキャンプに使ってる場所があるんだ。過去に一度も怪異の出現が観測されていない区域なの。二人も警戒せずに休めるわよ。情報収集に抜かりなしね。それじゃあ向かいましょう。ほら、着いたわよ。念のためさっき確認したけど、やっぱり怪異の気配はなし。くつろいで大丈夫よ。確かにここは静かね。落ち着くでしょう。この辺りでゆっくりキャンプしよう。キャンプか。俺実際やるのは初めてだな。知識としては知ってるけど。私もよ。訓練生の頃に野営の仕方を教わった程度ね。そういうのは非常時のサバイバル用でしょ。今日は純粋にアウトドアを楽しむためだから。経験者の話をしっかり聞いた方が良さそうだな。これからどういうことをするんだ？そうね、テントを立ててゆっくりしたいところだけど、今日は準備もないし、あっさりコースね。まずは薪を集めて火を起こして、お湯を沸かして、ココアでも入れてのんびりするって感じかな。あっさりコースでも手間がかかるのね。それもアウトドアの醍醐味よ。家庭を楽しむわけ。もちろんのんびりするのも最高だけどね。お湯を沸かすって道具はどうするんだ？特に持ってきてないけど。あ、キャンプ道具はこの近くにいろいろと隠してあるの。毎回持ち運ぶの大変でしょ。準備がないという割には用意周到ね。数年かけていろいろ模索してきたのよ。出てこられる時間も限られてるし、効率よく楽しまなくっちゃ。たくましいな、本当。趣味のためにそこまでやれる情熱、感心するよ。ユイトもバッキーちゃん絡みなら似たようなものじゃない？でもバッキーちゃんグッズは町の外にはないからな。苦労の大きさは遥と比べ物にならないって。苦労なんて言われるとこそばゆいな。私も自分のやりたいことやってるだけだから。と長話してると日が暮れちゃう。私は道具持ってくるから、二人で薪を探してきて。薪ね。それじゃユイト、適当な木を切って。私の武器だと時間がかかるから。いや、わざわざ木を切らなくても落ちてる枝とかでいいんじゃないか？そう、案外難しいわね。Einfach mal ganz weiter polzen。あったまるな。小さい焚き火でも結構雰囲気出るでしょ。ゆっくりしていってくださいな。はい、ここは。ありがとう。うまい。森の中で飲むっていうのも雰囲気あっていい感じだな。こうして木に囲まれてゆっくり座ってると、はるかがハマるのもわかる気がする。気が緩むわね。まるで時間の流れが違うみたい。うんうん、よ
かった。二人とも楽しんでくれて。アウトドア不況は大成功ね。でも不思議な感じね。怪異だらけの世界で何をするでもなくのんびり過ごすなんて。普段外に出るときは予報が出てなくてもやっぱり怪異のこと警戒して気を張ってるからな。私たちにはそれが当たり前のことだけど、過去の地球には怪異はいなかったのよね。そうだな。カゲロウの話じゃ怪異の発生が2000年前って言ってたはずだけど。人類が平和に地球で暮らしていた時代っていうとさらにずっと昔じゃないかしら。月への移住より前だから正確にはわからないけど、とにかく途方もない過去の話だと思うわ。怪異のいない世界か。みんなどんな暮らしをしてたんだろうな。私には最高だっただろうな。好きな時に好きな場所に行けるなんて、山でも森でも海でも。何にも怯えずに外を自由に歩き回れる世界、なんだか絵に描いた理想郷って感じだ。だけどそれが当たり前の時代もあったのよね。いつかまたそんな時代が来るかしら。すぐには無理だろうけど、少しずつでも近づければきっといつか天を思いたい。そう信じるしかないわね。二人ならいつかできちゃいそうな気がするな。私もしっかりサポートするしね。怪異がいない世界だったら渡もアウトドアに付き合ってくれるかもな。いや無理でしょ、根っからのデブ症だもん。怪異がいなくても虫がいるとか言い出すわよ。なら虫を根絶する。そしたら今度は土の上なんか汚いって言うはず。キリがないから放っておくのが一番よ。確かにそうかも。さてそろそろアジトに戻りましょうか。しっかり火を消してね。わかったわ。でも少し立ち去りがたいわね。ずっとここでゆっくりしていたくなる。またいつでも来ればいいわよ。自然はいつでも待っててくれるから。はるか、いいこと言う。そうだな、また来よ。ユイトから見て最近の私はたるんでると思う。たるんでる？いやそんな風には見えないけど。そう、表情が柔らかくなったと言われたの。それって緊張感が足りないということでしょ。重ねらしいな。そういうことじゃないよ。肩の力が抜けて自然体でいられてるってことさ。自然体、確かにそうね。みんながいてユイトがいる、そう思うだけで心がないで力が湧いてくるの。不思議だわ。お姉ちゃん以外の人なんてどうでもいいと思っていたのに。そう、カザネヤンバレゾーテンネクソサントリーです。もし遠く離れることになってもユイト、あなたとはまた会って話したいわ。私が体験したことを何もかも。ああ、その時どんな立場になっていてもきっと俺たちは今と同じように話せると思う。だから話そう、必ず。Jetzt gibt's ja auch nicht mehr. Genau. Vielleicht später will sie mit uns Zeit verbringen.
So, dann die nächste Vertrauensepisode.